夜のエナジードリンク。今日は木曜日、番組的には1週間の締めくくりですが、お聞きの皆さんの中にはまだまだ頑張らなきゃいけない方も多いはず。そんなあなたのために、明日1日頑張るためのエナジードリンク的な一言を紹介していきます。あ、約1ヶ月ぶりのエナドリです。だってなんかリオ、そっか、チャンリオキャラクター大賞とかあるから、あんまり久しぶりな感じしないですけど、それでは早速やっていきましょう。ラジオネーム斉藤さんからいただいたエナジードリンクです。うん、わかりました。いきます。風邪ひいたって聞いてきたんだけど大丈夫？寝ている間にキッチン勝手に使っちゃってごめんね。はい、これおかゆ作ったから、これ食べてゆっくり休んで。風邪ひきました、リオくんください、ということで男の子っぽくやってみたんですけど、リオくんのさ、セリフって結構キザなの多いから、なんかナチュラルに優しいの来ちゃってさ、あ、これリオくんかみたいな、あ、なんかリオくんこんな感じかって、なんかちょっとドキドキしましたね。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームゼータリゼルさんからいただいたエナジードリンクです。ん？あ、いきます。あ、危ない、大丈夫ですか？周りをよく見ないと。いくら私の顔がいいからって見すぎちゃね、ですよ。はい、顔がいいの自覚してるの助かる、ということで、これ誰に向けて言ってますか？顔がいいの自覚してるの助かる、私に向けて言ってんのかな。ありがとうございます。ということで、今回はここまででございます。なんか、ちょっと緊張したわ、エナドリ。このコーナーでは、私に言ってほしいエナジードリンク的な一言を募集しています。以上、木曜夜のエナジードリンクでした。